相馬市立紅葉中学校は福島県相馬市中野に所在する公立中学校。通称は紅葉中。一学年の生徒数はおよそ130名である。同じ相馬市内の福島県立相馬東高等学校と連携型中高一貫教育を行っている。相馬市西部の山間の地域に位置する市立玉野中学校が廃校となったため二千十七年に 本校へ統合された。そのため、市内で最も広い学区となっている。ゴールデンウィークに二の丸球場において開催される、中村第一中学校との野球の定期戦が伝統となっている。全3番で構成され、1から3番とも、紅葉紅葉はが母校で閉じる。中村第一章の一部、いいでしょう。八幡章、日立木章、三条章。 玉野省の全域の出身者から構成される。知性、品格、姿勢、体力を身につけた活力ある、生徒毎年10月下旬に行われている文化祭である。2015年度に当時の生徒会が主導となり、校内募集によってこれまで名称のなかった文化祭に紅葉祭と名付けられた。 その年のテーマに沿ってデザインしたビッグアートを全構成で制作している。テーマ内容、運動部野球部サッカー部ソフトボール部男子、ソフトテニス部女子ソフトテニス部男子卓球部女子、卓球部柔道部男子バスケットボール部女子、バスケットボール部男子,バ,部男子バレーボール部女子バレーボール部、文化部吹奏楽部美術部パソコン部、特設部陸上部駅伝部水泳部剣道部ディベート部、 ありがとうございます。